女子プロレスファンの皆さん、こんばんは。いよいよやってまいりました、はい、今年最大のイベントドリームラッシュ、うん、川崎夢闘争、はい、ということでここ川崎市体育館よりお送りしたいと思います、はい、ね、しかしあのヤックン長崎君、はい、すごいカードがずらっと並んでて、今日は5大タイトルマッチをはじめとしてですね、はい、JWP そして FMW、うん、元団体との対抗戦も非常に話題を集めているそうです、はい、ね、女子プロレス史上これは初の出来事ということですから、これ塩野さん記憶ないですか、ね、全く記憶にありません。もう女子プロレスをですね、一番最初に見た人ですから塩野さんが知らなければ誰も知らない、間違いないです、ね、ということで私もあのドキドキしてますけども、さて解説のお二人をご紹介いたしましょう。まずデイリースポーツ運動、ね、阿部正幸記者とよろしくお願いします。よろしくお願いします。今あの宮君と長崎君に来ましたが、まあ、とにかくねどれを取ってみても高カードですが、解説者の立場でその一つを選ぶとすれば阿部さんの場合はどれを選びますか。ね、やっぱりあのタイトル戦とね、うん、団体ポール戦、この2つが重なったメインのこう 3W 世界タッグです ね、 ですね、山田豊田組と、はい、JWP のこう関西尾崎組がやりますけどね、団体こう両団体の意義がありますし、はい、スタイルも違いますので、はいはい、そうですよね、一番の今日の注目のカードだと思います。しかもタイトルが勝ってるってことですからね、はい、お互いに1と1がねなんか火花を散らすようなメインイベントになりそうですが、さてバイオネス飛鳥さん、よろしくお願いします。飛鳥はどうですか今日のカード。そうですね、まあ、団体対抗戦もすごい楽しみなんですけど、はい、まあ、元王者の私としましては、うん、やはりセミファイナルのアジア対ブルーの 3W 世界選手権試合をちょっと注目したいなと思いますね。そう、今回であの7度目の防衛になるわけなんですけれども、無敵の王者ブルーといえども、今回ちょっとアジアがすごいあのもうあの万全らしいんですよね、体勢が。ちょっとあの危ないなっていう噂もちらほら出てるんで、ね、ちょっと注目したいと思います。しかも頂上対セミファイナルとかもね、舞台としてはねちょっと面白くないですよね、うん、そうでしょう、ちょっと燃えてると思いますよ、ね、そんな気がしますね、全力を尽くして、ですね、いい試合を放送したいですね、はい、どうぞお期待ください。さあ最強のチャレンジャー神風京都の立ち上がりはどうか、ともに22歳。さあ阿部さん、この試合ですが、あっといきなり右のパンチ、どんな風にこれ予想されます。そうですね、やっぱねパワーならバットですけどね、神風スピードありますね、今までは割とですね、体型的には似通った鳥沢気味のような、ね、選手が非常に多かったですけども、このスピードのある、そしてなんといっても WKA 全米チャンピオン、あの WKA といってもおなじみじゃないかもしれませんが、ワールド空手アソシエーションという非常にあの大きな団体で、これの全米チャンピオンというのはかなりの力の持ち主といって阿部さんいいんじゃないでしょうか。うん、そうですね、ちょっとね、神風ガードはちょっと甘いですね。あっとバックハンドブロー、あのバックハンドブローが神風今日この得意技ですが、あっとこれももう一回、うん、どうですか今のバックハンドブローも。さあもう一回バックハンドブロー、しかしその間合いはちょっと近すぎる感じがあります。もともとね、バットはねガードしないっていうかね、ガード関係ないですから、行くだけですからね、はい、ちょっと今打たれすぎてますね、ちょっとガードが両者ともそれほど良くないですね、左から右、そして右のロー。三宅さん、はい、このバッツをしながらなんですが、チャンピオンですよね、今回はまた非常に緊張しておりました。ああそうですか、今までになく緊張しておりまして、で相手の動きは速いことは分かっているし、はい、やっぱりこのかなりねミッドのハンデですか、はい、自分は14歳ですよね、この辺りも、ね、気にしてましたよ。あそうですか、ローキックで攻めたいとは言ってましたけどもね、そのローキック空振り、非常にやっぱり相手の動きが速いんで阿部さん、キックをうまく当てられないで、あのさっきからワンツーあるいは左フックね、もらってますね。そうですね、神風の方が手数も多いですね、フロントキック、しかしさあバックハンドブロー、ちょっとこの当たりが悪いんですが、バックハンドの時はチャンスなんですね、バックハンドブローの時は逆に今度はバットのがチャンスになるかもしれないですね、はい、早くしかし神風の左太ももは赤く染まりかけておりますが、やはりこの人の場合はパンチが魅力ですね、神風の場合はね、
そんなに重くはないんですけどね、まあ、今のところ的確に捉えていますよね、はい、あのローキックをしている時にバットがどうしてもあのキックに精神がいってしまって、ガードが甘くなってしまうんですね。やっぱりねキックの時はガードしながら打たないとダメですね。アスカはここまでどんな風に見てます？はい、ここまでどんな風に見てますか？そうですね、やっぱりあの元々本当にバッターガードしないんですけど、まあ、特に今日はもっと甘くなってる気がしますよね。でやっぱり前半ちょっとパンチもらいすぎですよね。第1ラウンド、はい、終わりました。採点阿部さんどうでしょう？神風の10対9ですね。なるほど、はい、10対9。第1ラウンドは阿部さんは神風を取りました。さあこれから第2ラウンドであります。第1ラウンドは10対9、阿部さんの採点では神風が取りました。やっぱり的確でしたね、神風の方が ね、最後までね、よかった、負担が落ちませんでしたからね、はい、神風京子のことをちょっとご紹介しなきゃいけませんが、本名は宮崎京子、神風京子はリングネーム、現在22歳。これはバット吉永と同い年。高校の時から柔道を始めて格闘技の道に入りまして、ボクシングあるいはシュートボクシング、そしてキックボクシングなどを経験しております。アメリカのミズーリ州ハンニバルに住みまして、デル・クック、マーシャルアーツご存知の方ですとよくご存知かと思いますが、全米を代表する選手でありますデル・クックの道場で、半年間修行を積みました。今年の3月から9月での半年間デル・クックの道場、もうデル・クック直々にこの神風京子とのスパーリングを行ったそうであります。アスカ、この神風選手はね、はいはい、女子プロレスの書類選考も受けてるんです。そうなんですか。で書類で落ちたんですよ、こういう形で、まあ、女子プロ全場の、リングに上がるとは思わなかった、思わなかったでしょうね、もう格闘技が好きでしょうがなかったということでね、ずっと格闘技を続けてきて、そして、まあ、こうやってバット吉永の対戦相手として名前が上がるようになっていったわけでありますが、思ったよりスタミナがありますよね。そろそろバックハンドブローが、やっぱりスピードが、あとバックハンドブロー返した、あーバックハンドブローを見せました。バック吉永お返しとばかり、あー効きましたね、効いた。神風立てないか、立てないのかな、あーこれは立てない、効いてます、完全に効いている、一発ですね、一発。いや三宅さん、今回ですね、この神風と戦うということで非常にバット特訓を積んできたんですよ、元世界チャンピオンの畑中剛さんのところだとか、はい、で今回ですね、山崎先生のところにも、入門して、はい、ここを行ったということで、本部席に山崎先生をお呼びしてたんですけども、一言もお話を伺う暇もなく、今聞いてください、はい、山崎先生どうですか？うまくね、相手の疲れを見てね、バックハンド多分ね、向こうの選手はバットが使わないと思ったんですね。でもバットは普段の攻撃でもね、あの方は使ってるし、まあこれはうまくタイミングが合わせていただいたからよかったんじゃないですか。なるほど、特訓の成果が出たといったところですね。そうですね、あれは特別に、ね、練習はしなかったんですけど、自然に出るね、僕はテクニックだと思うんですよ、バットの場合はね。相手の方がそれを使えないと思ってね、こう予測してなかったパンチじゃなかったもんね、まあ、よく決まりましたね。バット吉永のパンチ、強さ、スピード、改めて何か見せつけられたような気がいたします。 3WA 世界格闘技選手権チャンピオン2度目の防衛に成功しましたバット吉永選手です。最後は裏剣一発、はい、いつもアジャさんの受けてるんで、絶対それは効かないぞと思って狙えた分だけやり返したと思いました。アジャのに比べたら大したことないです。でも相手は世界チャンピオンなんですよ。アジャさんだってそんな全日本の選手なんですから。なるほど、やはり底力、はい、一発決まった瞬間どうでした？気持ちよかったです、勝てると思いました。そうですか、おめでとうございます、はい、これからも防衛よろしくお願いします。
バンと呼んでくれ。俺たちは正義だ。3年かかった。カルトな奴ら、7人のオタク、君も同じ目をしている。あの愛という名のもとにがいよいよレーザーディスクで登場。限定2000セットの完全保存版、20ページオールカラーパンフレットが付いて12月16日発売です。お問い合わせはフジテレビ AV ステーションまで。ミステリーの女王アガサ・クリスティ、彼女の魔法の手が磨き上げた4つの宝石、夢の郵便車から宝塚まで多彩なキャストでお送りします。待望の連続公演、お見逃しなく。カルビースペシャルオペラ、ボローニャ歌劇場日本公演、イタリアの魂響き山地、ロッシーニ入魂のオペラシンデレラ、前売り券好評発売中。いつの世にも悪ははびこる、極悪非道は許さねえ、罪を罰して人を憎まず、ご存知鬼平犯科帳、水曜夜8時。鬼より怖い鬼がいる。フジテレビでは来年度の社外モニターを募集中です。この資格に当てはまる方は12月25日までの平日9時半から5時半までフジテレビ受付で応募用紙をお受け取りください。ご応募お待ちしてます。言いながらやりましたから、ジャングルジャックの技をでやろうと、はい、こういうことですか。なるほどね。そして買い上げました。さあこれからどうするんでしょうか。このまま落とすのかどうか。あーっと焚き付けました。コーナーポストに焚き付けました。宙吊りといった感じになっております。チャンピオン、ここに巨体を預けております。これはたまりません。ブルナカノ、さあようやく中盤になってアジャコングのペースになってまいりました。試合はアジャコングのペースでやります。さあ今度は一転して後ろからまた行ったらギャーと、そしてニャンロープからバーッと強烈なキックが入りました。さあカウントは入る。カウントは2であります。 3AA の世界シングル選手権、スライディングキックを見せました。場内に落とした。さあブルが飛ぶんでしょうか。ブルが一気に飛んでいきました。これでやります。いやちょうどミヤックンの前かな、もうね、渡辺とかねバットがね抑えてたんですがね、はい、投げ倒しましたね、ちょっとどうだろうな、表情がねちょっと見えにくいんですが、はい、かなりのダメージであることは間違いないと思いますがね。そうでしょうね。神谷とそしてバイソン木村が今、まるで心配そうに見てますけれども、あ今、立ち上がりましたね、はい、やっと立ち上がりましたが、やっぱり後頭部に、ね、ダメージあるようですね、はい、比較的静かな試合展開となっております。今日の 3AA 世界シングル選手権、さあ一進一退です。おっとまたタイルドライバー、今途中からちょっと落ちるような感じになりました。そしてまたコーナーポスト、一番高いところに上がって今度はどうするか。両チームだ。これは綺麗にバッシュと決まりました。カウントはーっと3つか、危なかった。アジャコンが危うし、カウントは 2.5。 さあ確かに阿部さんが言うように、やはりブルとしてはアジャを倒すためにはギロチンでしょうね。そうですね、はい、一番確実な技でいきたいと思いますよね。ちょっと今度は距離がありますよね。おっと1点そうですね、1回転ギロチンですからね、はい、今までは跳ね返した選手はいなかったですからね。そうですよね、はい、ムーサルトありますよ、ちょっと
インサイドプレスを行くんでしょうね、これからね。それからさあ、ファニーアピール、セブンサルト、いったー、しかしうまくかわしております。いやー、今の送ったら大変だった。うまくかわしたバックを取った。ジャーマンが出ました。ジャーマンがカウント、これが2点目。ようやく試合が大きく動いてまいりました。ようちゃん技術の鍵を尽くしております。チャンピオンの森中野、そしてアジャコンであります。あーっと、強烈な打点。さあ、これは効いているでしょう。プロがしております。ファンにアピールして、さあ今度はどうするか、さあ今度はどうするか。ブルも立ち上がりました。アタン打点でいきました。今の本当に一発を狙ったムンサルトからの突進でありますが、これをうまくかわしました。ここからアジャのペースになってカウント。これは2点後、必殺の裏拳。チャンピオンが危うし、チャンピオンが危うし。さあ、アジャコング大きなチャンスを迎えました。さあ、 3AA のチャンピオンベルトに手が届くそうになっている。けさ切りですね。そうですね、バイソン木村に送るけさ切りショップですね。そうですね、また行きました。今日はバイソン木村がもう祈るような感じでじーっと登っております。インサイド、さあ、ダコング攻勢に転じております。夢にまで見ました世界シングル 3AA のチャンピオンベルト、今日焼酎に入れることができるかどうか。さあ、チャンピオンが大の字、なかなか届いております。巨体が今コーナーポストに上がりました。どうするか、一気に飛んだ。ヒロチンのお返し、ヒロチンのお返しはカウント3つ入った。鮮やか、ブルの18番で堂々とアジャコング、チャンピオンが刀を仕留めました。これは驚きました。執念のヒロチンの分策で追加しました。アジャコング選手のアジャコング、ついに王者ブル中野を破りました。やりましたね、やっとね、熱い壁を突き破ったという感じですよね。はい、何かまた全日本女子プロレス、今日のこの川崎市体育館、大きな流れが一つ変わったようであります。ついに念願の赤いベルトを巻きましたアジャコング選手です。巻きましたね、ついに。はい、どうにか巻くだけは巻けました。これからこれにどんどん新しい価値をつけていかなきゃいけない。そうですね、まだ今現在画面に映ってる自分の姿っていうのは全然このベルトが似合ってないと思います。一日も早く似合うようにやっていきたいと思います。今日の勝利はジャングルジャック、自分が2年半やってきたことを確かめるため、そして最後のギロチンはやっぱりブル中野に対する思いを込めて、あれしかなかったです。バレーハンター好きだ、君が欲しい。超オタク系ラブコメディ7人のオタク、君も同じ目をしている。あの愛という名のもとにがいよいよレーザーディスクで登場。限定2000セットの完全保存版、20ページオールカラーパンフレットがついて12月16日発売です。お問い合わせはフジテレビ AV ステーションまで。感動の再現、92インターナショナルモータースポーツショー。レーシングカーのすべてが幕張メッセにやってくる。一流レーサーも多数出演します。チケットのお求めはご覧のところへどうぞ。アウトドアワールド93第17回キャンピングカーフェスティバル、
自然の中を走ろう。本格的アウトドアライフを楽しむキャンピングカー、アウトドア用品、レジャー用品が大集合。私は悪くない。あの夕焼けは泣きたいほど切なく眩しかった。恋人だよ俺の。バカやれるといいね。フィリピーナを愛した男たち、金曜夜9時2分。やっぱりカントだな。いやー、カントだ。いいなー、カントは。どう考えてもカントだ。いい、最高。やっぱりカントだ。哲学カントだ。フジテレビ。カントだー、カントだ。選手権試合であります。全日本女子プロレスのリング上に初めて登場いたしました JWP。 ただいま本日のメインイベント水平線選手権試合ドミニクサンドショー。青コーナー挑戦者チーム全日本ピー123パウンド小野崎あゆみ。静かにファンに背を上げました小崎まゆみ。165パウンドダイナマイト紹介されました。しかし今日のこの一戦は安倍さんチャンピオンベルトがかかってますから、もしチャンピオン負ければですね、伝統のある3WA のタッグのチャンピオンベルトが他団体に持っていかれるわけですね。そうですよね、今までねチャンピオンベルトがね、まあ、海外に流出してもね他団体に出るというのはまず考えられないことですよね、そういった意味ではアスカチャンピオン2人のプレッシャーというのは大変なものになるんじゃないのかな。ばかり間違って負けちゃったら伝統の赤い伝統のスルデベロのベルトがね他団体に行くことになりますからね。
UT ペアからクラッシュギャズに引き継がれた伝統のベルトが今日果たしてダイナマイト関西そして尾崎真由美の2人に渡るんでしょうか。いや、そういったことは絶対に許すわけにはいきません。自信を持って挑戦を受けた山田俊夫そして豊田真奈美であります。今がっちりと試合前握手を交わしました。この試合は60本3本勝負であります。さあゴングが鳴った。試合が始まりました。まずダイナマイト関西とそして山田俊夫の対戦ということになりました。まあお互いにあの相手の戦い方が分かりません。そういった意味ではおっと先制攻撃は山田俊夫であります。体の大きいダイナマイト関西に先制攻撃。しかしダイナマイト関西も負けておりません。おっとちょっとスリップ、お互いに気合が乗っております。今度はキック攻撃であります。このダイナマイト関西おっと強烈なキックが入りました。今尾崎ラインにタッチいたしました。ダイナマイト関西であります。ちょっと苦しい体勢ダイナマイト関西が出てまいりました。さあ髪の毛を掴んだ。そして今度は尾崎真由美一瞬の反撃でやります。さあ今度は尾崎どうか。しかし尾崎の足を取った、足を払っている。まあここまで見てますとちょっとあの尾崎真由美とそれから豊田真奈美山田俊夫が力が違うような感じがいたします。問題はこのダイナマイト関西だ。キックが入りました。やはり力がありそうですね。やはり、まあ、あの JWP 側から見ればですね、いかに山田とそれからトヨタのあの空中サップを抑えるかね、早い動きを抑えるかということになりましょうからね。まあそうですね、まあ、やっぱ体格的にね、トヨタ山田上回るのはね、はい、関西とデビルぐらいですからね、うん、でかい選手ではないとっていう感じがあるんじゃないですかね。そうですね、今日のメインイベント脇に湧いている川崎市体育館、今日は JWP 今売り出しの尾崎真由美そしてダイナマイト関西の2人ががっちりとタッグを組みまして、なんと 3AA の世界タッグ選手権試合ベルトに挑戦してまいりました。大変な試合であります。歴史的な一戦を迎えております。最初にも申し上げましたが、もしこれチャンピオンチーム敗れるようなことがありますと、長い歴史を持っております全日本の 3AA のタッグのベルトが団体に渡ってしまいます。さあそして今尾崎が出てまいりました。長い髪を振り出して尾崎真由美、まあこの人の試合というのは僕はあの不勉強であまり見たことがないんですけどもね、前あのうっちゃんなんちゃんの番組で一緒にちょっと仕事をしたぐらいにしてね、試合を見たことがないんですけども、何かスープレックスなんかあるんですね。いや、あの尾崎の方もね、もっと器用です。やっぱり小柄な方ね。そうですか、まあ、こういうね熱っこいレスリングもできますしね、はい、やっぱりあの得意技にしろね、なるほど、いろいろ技は本当多彩ですよね。試合開始早々何かあの雰囲気に飲まれていたのとか二人にあったんですけども、うん、だんだん落ち着いてきましたかね。そうですね、ペースに持ち込んできてますね。ああそうですか、この試合は一応あの60分3本勝負ということになってますけども、もうそうしますとチャンピオンサイドとしてはストレートで破るぐらいの気持ちでやはり行った方がいいでしょうか。まあそのぐらいのものを見せてほしいですけどね、はい、試合が始まったときは問題じゃないかなと私もやや楽観しておりましたが、なかなかそうでもないようであります。しかし山田が出ました。今日は山田が元気でやります。おーと顔面に強烈なキックを浴びせました。山田やりました。そして対角線攻撃だ。追っていった強烈なラリアート尾崎真由美、そしてヘイブルバスターであります。
何か攻撃を受けた時にね、いかにもあの痛いなという表情を見せるんで、尾崎真由美大したことないかななんて思ってるんですけども、さあしかしなかなかね、うまっこいところを見せております。まだチャンピオンチーム1本が取れません。さあ2人攻撃になりました。トヨタそして山田2人で足を揃えました。キック攻撃であります。そして今度はどうするか、前に放り投げております。さあこれは効いております。そして顔面キック、強烈に顔面にキックを浴びせました。さあ全く遠慮がありませんチャンピオンチーム。そして今度はどうするんでしょうか。さあ合体か、うん、うまくいかなかったようですね。さあ今懸命にね、尾崎の方がこらえましたね。ああそうですか。あそこに行けばねダブルが待ってますからね、うん、なるほどなるほど、もう歯を食いしばってね、今ねもう鬼神の表情でね振りほどしました。さあ一瞬投げ下ろしました。アルスラバックドロップを浴びせました。おっという感じの尾崎真由美であります。そして先ほどの試合かーってまたキックを入れました。なかなかこの辺りがねばっこい、簡単に相手の攻撃にはまりません尾崎真由美であります。そして今度は合体ダイナマイト関西と、そして尾崎だ、うまくロープを利用いたしました。いやー喉を今ロープに引っ掛けてしまった。そして今尾崎が行くか、さあおっとダイナマイト関西が飛んだ。放送席の前だ、やりますね。序盤戦は圧倒的にチャンピオンチーム優勢と私思ったんですけども、徐々に挽回してまいりました。いやこれは全く分からなくなりました。ダイナマイト関西今山の口を捕まえてタイムドライバーの体勢に入っている。ガッチリとあタイミングを取って入った、直角に落ちております。さあダイナマイト関西と同じ前に両方のコーナーポスト、そして一気に真ん中に飛んだヘッドバットであります。ヘッドアタック、さあ今度は山トヨタが行きました。全く分からなくなってまいりました。今日の BWA の世界タッグ選手権試合であります。超満員の川崎市体育館、枠に沸いております。さあ今度はダイナマイト関西どうするか。担ぎ上げた、担ぎ上げた。あーっとしかしここはトヨタが行った。そして今度は後ろに落としてバックドロップ。さあトヨタが捕まえた。またジャーマンで行った。ジャーマンが小さくなっている。カウントは3つか。一本を取っておきたいというチャンピオンチームであります。ここで尾崎を止めておいて一気に行こう。トムさんの失敗。さあ今度はダイナマイト関西だ。強烈なラリアーと一発入った。カウントはカウント2、カウント2であります。山田がカット、危なかったチャンピオンチーム。さあフルークを掴んでいるダイナマイト関西、一進一退に後ろから尾崎が飛んだ。ちょっと今日疲れました。トヨタマラミ危ない、髪の毛をつかまれた。さあ場外戦だ。そしてこのまま落とした。トントンとカウントが入る。強烈ドラゴンが決まりました。驚いた。いやー一本が取りました。ちょっとねチャンピオンチームはね、ペースを乱されたまんまという感じでしたね。あそうでしたね、いやーこれは意外な展開になってまいりました。病は気からバニラとイチゴ味、てめえも苦しめ。病は気から病院行こう。キング宇宙じゃ嫌い。アウトドアワールド93第17回キャンピングカーフェスティバル、自然の中を走ろう。本格的アウトドアライフを楽しむキャンピングカー、アウトドア用品、レジャー用品が大集合。来年のことを言うと、おおおお、鬼が笑うと申します。失礼いたしました。フジテレビでは1月3日朝も早うから8時30分より6時間30分ぶっ通しのお正月バラエティー93世紀の福袋を大々的に生放送いたします。そこでこの番組に参加してくださる視聴者の方々を募集しております。
ペットと一緒に運動会、ペットともらおうお年玉、巨大なメ宝探し、お汁粉の中に金貨が隠れています。キッス耐久コンテスト、長い愛情を確かめましょう。締め切りは17日必着です。そしてこちら、タレントと有名人との記念写真やスターの幼い頃の意外な写真をお持ちの方送ってください。締め切りは23日必着です。さあ、総額2000万円のビッグなお年玉が当たります。93世紀の福袋、どうぞ皆様ふるってご参加ご応募ください。お待ちしております。さあ2本目が始まりました。さあ勢いに乗っております、完全に勢いに乗っております。挑戦者チームであります。さあキックが炸裂しております。リング上一方、山田敏夫、そして尾崎真由美は場外戦。さあダイナマイト完成、完全に勢いに乗った。そしてまた担ぎ上げた、しかし体勢は逆転、今度はどうか、カウント逆転、カウントは2でした。回転エビが止め、カウント2でした。そして今度は後ろから入った、どうでしょうか。さあ山田パンにはビールだ。さあ今度は日本を早めに返しておきたいところであります。山田敏夫シフティングの今日は大活躍を見せております。バックドロップを連発しております。さあまた後ろに行った、早いスピーディーなバックドロップの連発だ。山田敏夫得意技であります。また後ろに落とす、連発また連発。さあ早めに1本を返しておきたい山田敏夫であります。いやーどうでしょうか、相当なダメージを受けているようであります。動くか鈍くなってまいりました。これでもか、これでもか、必要な攻撃が展開されております山田。そして今トヨタマノミコーナーポストに座っております。あーっと両足を揃えました。そしてまた行った、ここはもう何としても早めに1本を返しておきたいというチャンピオンチームであります。そして山田敏夫、ここから一気にキックが入った。後頭部どんどん打って倒れました。大崎に対してラリアード攻撃。さあここでつぼめをさせるかどうか、一本を取られております。チャンピオンチームであります。さあこのまま抱え上げてどうするかな、落とした、どうでしょうか。カウントはアウト、3つ入った。山田敏夫をやりました。得意にしてるね、リバースゴリースプレスホールですね。そうですね、はい、そのまま叩きつけてね、はい、いやーこれで一本一本になりましたが、しかしまあなんともエキサイティングな試合が展開されております。目が離せなくなりました。アスカ、はい、簡単にあのチャンピオンチームが勝つかななんて試合が始まった時は私は思ったんですけども、なかなかどうして。そうですね、私今に JWTP の、ね、試合を見に行ったことある、はい、あったんで、まあ、ちょっと面白い試合にはなるだろうなと思ったんですけど、ね、明日はそう思ってた、はい、うーん、侮りがたいですね。そうですね、はい、ダイナマイト関西まだ何かフラフラしてましてね、ここはチャンピオンチームとしては絶好のチャンスであります。今日は阿部さん、山田の何か闘志がですね前面に出ていいですね。うん、そうですね、まあ、燃えるタイプですからね。ああそうかそうか、こういった不安タイプの交流戦になりますと、いやがうえにも燃えております。山田敏夫であります。今日は山田側の先兵になっております。そして冷静に豊玉の実がこれを見つめております。こういった試合展開になってまいりまして、一本一本、三宅君、これはあの、私たちが僕が思った以上に大変な試合になったね。いや、やっぱりね、JWP の、ね、一心をかけてやってきた選手ですからね。そうそう、はい、そんな簡単にはいけないですね。そうだな、でもやっぱりね、あの今2本目を取った、ね、山田の顔を見たときにね、いや大丈夫だと思いましたよ。もう気合の入り方が違う。そう、今日は本当に、ね、今まで最高のプロレス見せてくれてますね。はい、燃えに燃えております。しかしこうして見てみますと、やはりあの他団体との交流戦というのは選手 の持っている気持ちっていうんですか、これがもう表面に出ますし、いいことかも分かりませんね。まあそうですね、まあ、ただね、ちょっと空回りしすぎるとね、あんまりいい試合になりませんけどね。やはり空回りというの試合もあったようですけどもね、まあ、これはいい目に出てますよね、はい、投手がね。非常にエキサイティングな試合が展開されております。一本一本から決勝の3本目に入っております。カウンター
キックが炸裂いたしました。さあ今度はトヨタの方に寄ってまいりました。長い髪を振り乱してトヨタ強烈両足を揃えました。ドロップキック、これが全日本女子プロレスのドロップキックになります。ミサイルキックが出ます。今度はミサイルキック、イランロープから両足を揃えました。また行った顔面攻撃、高いところが飛び降りますトヨタマナミ。さあ王道トヨタ完成に乗ってトヨタマナミ、今度は天井にちゃんと打った。さあこれはどうでしょうか、カウント入る3つか、なかなか冷静であります。さっと右足は今ロープにかけました。そして今度は山田敏夫の登場になってまいりました。おーっと速いブレンバスター、飛び込むブレンバスターからギロチン。さあ山田の攻撃はカウント2であります。そしてダイナマイト関西登場です。試合が荒っぽくなってまいりました。お互いにキックの応酬だ。そしてどうか、あっとキック、またキック、何か押しかけようという山田、おっとキックキックキック、あーダイナマイト関西のキックだ。どうやら山田敏夫を圧倒しました。強烈なキック攻撃、山田朦朧としております。山田がキック攻撃に負けましたか、阿部さん。今まあそうですね、蹴り上げで ね関西の方がちょっと蹴りが重いという感じです ね、なるほど、体があるだけに重いんでしょう。スピードは山田の方がありますが、重い蹴りが炸裂しております。いやー珍しいケースであります。ほとんど出身状態だ。ボブ矢沢が今山田敏夫の顔面を叩いております。やっと今度は戻ってまいりました山田、しかし朦朧としております。あーっとまた顔面に強烈な蹴り一発。いやーダイナマイト関西、この人は怖い選手であります。これは大ピンチ TWA のサックチャンピオンベルト大ピンチ、落下はした山田敏夫強烈、今度は蹴りさあスピーディーな蹴りであります。強烈な蹴り、あーもう10連発だ、10連発。ようやく山田の蹴りが顔面に炸裂。さあまたも足首一発、綺麗に決まりました。じーっと反撃の気を伺っておりました。さあトヨタがチャンスだ、ローリングクレードルに入った、やっと自分の得意技が出ました。さあローリングクレードルであります。これはトヨタマナミ得意技であります、18番であります。ファンからまだまだという声が飛んで、このままいやーこれもカウント2であります。なかなか決まりません。長い試合になりました、60分3本勝負チャンピオンチーム、あーっとまたバックを取られた、取られて固められた、カウントは危なかった、山田敏夫は危なかった。ファンが本当にハラハラしております。チャンピオンチームありゃうし。さあ今度は尾崎がバックを取った、バックドロップに行く、山田またカウントを入れられております。カウントはこれも2、チャンピオンチーム何かちょっと姿勢だ、今度は山田このまま決めることができるか、しかしこれもポジションが悪かった、ちょっと焦ってますね、決められません。今度は尾崎だ、尾崎が行く、さあ今その尾崎を捕まえた、山田敏夫が行った、山田敏夫を踏み込んでこのまま横に落としました。いやーこれもカウントが入るんですけども、どうでしょうか、ちょっと無理であります。なかなか決められません。またダイナマイト関西を場外に落としました。リング上は尾崎真由美が残っております。そしてトヨタと、そして山田がコーナーポストに上がって一気に飛んだヘッドバット、フライングヘッドバット、カウントが入ってどうか、これもカウント2であります。いやーチャンピオンベルトなかなか引き寄せられません。山田が完全に場外に押され
ました。そして尾崎真由美がコーナーポストに上がっている。一気に飛んだ、高いところから飛んだ尾崎であります。さあここからは見えませんですけども、宮古君どうなってますか。今ね山田がそこで、ね、倒れたところですが、はいはい、また飛びます。関西これは同士打ち、同士打ち、あ同士打ちであります。同士打ちになりました。さあここはトヨタが飛ぶ、一気に場外に1点。さあチャンピオンチーム決着をつけることができるかどうか、大きなチャンスを迎えました。髪の毛を掴んで今尾崎真由美を場内に引き入れております。2人で力を合わせていっている。このまま決まるか。さあ合体であります。今豊田真由美がトップロープに上がった。コーナーポストで待ち構える。一気に飛んでもさるといった。これは決まるでしょうか。入って3はまだ決まりません。粘っこい尾崎真由美、決まりません。なかなか決まりません。よく粘っているチャンピオン挑戦者チーム。さあ髪の毛を掴んでいる。ロープに振った。そのまま一発が出るかどうか。ラリアート一発、尾崎真由美の上に。さあ豊田がもしかってカウントが入る。しかしこれもカウント2であります。さあまた豊田がロープに振りました。おっと山田が両替に落ちた。そしてダイナマイト関西が出てきた。これは大変なことになったぞ。さあコース完全にところを変えました。尾崎が飛んだ、これは空振りだ。尾崎が飛んでこれは空振りだ。そしてついに、ついにジャパニーズオーシャンスープレックスが出た。カウント3であります。子供はジャパニーズオーシャンでした。いやーしかしよく粘った挑戦者チームであります。殴り込みをかけてまいりました。尾崎真由美、そしてダイナマイト関西、あっぱれな試合ぶり、あっぱれな挑戦ぶりでした。まあなんとか、おーマイクを持った山田敏郎、苦戦しただけに嬉しいでしょう。も一見好であります。ダイナマイト関西、お前たちの名前とか覚えるのうちだけ待ってくる。ダイナマイト関西を一切無視いたしました。ファンに手を突き上げております。山田敏夫、いや改めて良かったと思いますか。改めてねちょっとあの阿部さんとそれから飛鳥にもね、今日のこの一戦について感想をね聞いてみたい。まず阿部さんですけどもいかがですか。やっぱりね独特のムードがありますよね、はい、これこう団体交流戦というね、はい、まあ、こういうムードの中でやっぱ選手はどんどん鍛えられていくんだと思いますけどね、うん、そうですよね、うん、いや飛鳥、はい、よかったね。よかったですね、うん、まあ私とかちぐさの現役時代から、うん、まあ、カンデル選手とかとね交流試合やりたいって言っていながらもなかなかできなかった。そうでまた後輩たちがそれを実現してくれたことをねすごい、うん、まあ、そういう時代が来たんだなということと、まあ、今日全場の強さを見せてくれたっていうことはすごい嬉しいですね、はい、そうですね。それでは勝ったチャンピオンチームにですね今度は三宅アナウンサーからちょっとインタビューをお願いすることにしましょう。三宅君よろしくお願いします。はい、インタビュールームです。全日本女子の牙城を守りました山田トヨタの両選手お疲れ様でした。このベルト守ってくれましたね、はい、どうですか今の気持ちは。そうですね、やっぱ勝ってやっぱり嬉しいですけど、やっぱり改めてやっぱり JWP の存在を知りました。手応えあったでしょ。でまだまだですよ、うん、でもちょっとは認めたって言うんです。ちょっとは認めた。やっぱりでもこれからもどんどん対抗戦をやっててやっていきたいと思います。でもやるからには絶対自分たちは勝ちます。最後まで関西選手とやり合ってましたが
次は1対1でやってやろうじゃないかなってことも出てましたね。チャンスがあればやりたいです。今日やってみてどうですか。なかなかいいと思いますけど負けません。そうですか。いい汗かいたねって感じですよね。でも我々も1本目を打った時はどうなることかと思いましたけども安心しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はまさに手に汗握る熱戦がね本当に続いてもう声も枯れ果てたそんな感じですけども最後にねアスカ、はいはい、今日のベストファイター。これ難しいけども、ね、難しいんですけれども、うんうん、まあ、あの個人的意見も含め、今日はですね負けたにもかかわらず、はい、あのいろんな気持ちがあるんでしょうけど、うん、最後にリングの上で、うん、あの笑顔を見せたブルー中野選手に送りたいと思います。ということで興奮の川崎市体育館から今日はこの辺りでお別れです。最後にですねフィニッシュシーンをご覧いただきたいと思います。おけんよ。今年のクリスマスツリーは見られません。先生、血です血。てめえを苦しめ。恋に手遅れはありません。病は気から病院へ行こう2。感動の再現92インターナショナルモータースポーツショー。レーシングカーのすべてが幕張メッセにやってくる。一流レーサーも多数出演します。チケットのお求めはご覧のところへどうぞ。超新感覚なエンターテイメント。9日夜10時は中森明菜に送る番組からのラブコール。そして解散直前チェッカーズが生で熱唱。水曜夜10時。二度と撮れない映像記録まとめてドドンとお見せします。全世界から集めに集めた決定的瞬間ドテゴーン。ミオ華麗なダブルダンク。92世界のハプニング映像大賞。金曜夜7時半。ヨーロッパから完全衛星中継アルペンサーカスフィスワールドカップスキー92-93シーズン。今新たなる伝説が生まれる。わかるな。哲学フジテレビ。そうか。哲学フジテレビ。